美容法人親子劇場松江センターの理事長です。中島と言います。よろしくお願いします。私たちは1973年に設立した団体なんですけど、子どもたちの、心の豊かさっていうのを大事に、そういった環境づくりに寄与することを目的に、活動をしているんですけど、舞台芸術鑑賞活動だったりとか、自然体験活動、そういったものを通して子どもたちが豊かに育ってほし、くれるように活動をしています。今回頂戴した、社会貢献基金さんの方での活動は、主に012の赤ちゃん と、その保護者の方々を対象にして、そういった小さいお子さんにとっても、心を動かす活動っていうことがとっても大事ですよっていうところを皆さんにお伝えしたりとか、体験をしていただいて、もう実感していただくっていうことを目的に活動しているのと、5組ぐらいの家族を対象にしていて、それこそ本当つながっていってほしいので、たくさんの人数の事業を常にしているとなかなかつながっていくっていうところが難しいので、わらべ歌遊びをしたりだとか、あとはクリスマスだったらクリスマスのちょっとした飾り作りをしたりだとか、なんかそういった小規模の活動はこの事務所で行って、そのプロによるコンサートとかは公共の施設で、例えば県民会館さんだったりとか人形劇とか、そういったものはい、やっています。012を持つお母さんたちはつながりっていうのをすごく求めておられて、横のつながりとか、私たちのような支援者とのつながりっていうところを、出会いを作っていくための活動っていう、そういった活動に使わせていただいています。赤ちゃんを育てながら、我が子は可愛いし成長もすごく嬉しいけれども、やっぱりその心が通じ合える大人の仲間っていうところは、子育てしていく中では本当に大事な相手なので、巡り合えるきっかけになってくれたら、なったらいいなと思って活動しています。来年度はちょうど親子劇場松江センター50周年を迎えるので、団体に対してのご寄付っていうのも頂戴しているので、それを使わせていただいて50周年記念事業っていうのを行いたいと思っています。もっともっと一般の方に知っていただくっていうのももちろんですけど、多くの方と一緒にそういう時間を共有できるような事業も実施していきたいと思っているので、そういったことに活用させていただきたいなというふうに思っています。